子のですけど、ちょっとこう楕円形のステージになってるんですけど、あのデザインです。彼のものと考えるのが妥当でしょう。そうですよあんなの一目見りゃ分かるだろうが。見れば分かる。そりゃそうだよ、一目見りゃ分かるだろう。あいつとどこをどう取って紳士って言うんだよ。私嫌いなのよね、こういうタイプ。中身空っぽのくせに選ぶってさ、うちの上司そっくり。ですが他の方はこの件を真面目に考えていないことがよく分かりました。おいおい、そう。ではその意見に反対の方は。僕は皆さんがよろしければ。分かりました。終電が来たから12時15分殺してやるという声を聞いたとき電車が来ていたそうです。そういった個人的な感情で判断を変えるというのは。結論が出たわけじゃないんだからいいでしょう。逆？皆さん分かりませんか、外には電車が来ていたんですよ。これぐらいの大会テンポ。はい、ここにね、途中で、あの人ここ一度、全ての部屋を抜けないと。そうか、全然そんなキャラで来るか。はい、モノマドリーズは説明するのに、はい、あ、仕切ろう、仕切ろうとだけしといてください。それじゃないか、なんか別のバージョンでは結構でしょ。なんともやって、ずっと資料を使って、ね、バーって来たから、バーって来たから、おっと久しぶりです。はい、これで、はい、あ、ここは頑張っちゃってくださいな。わかりました、ここ頑張ります、はい、ここ頭から渡した後に、エドさんが、はい、はい、一応ですね、また新たに、弾けるような作品ができたらいいなと思ってます。一生懸命やります。よろしくどうぞ。バイシーン4号をやらせていただきます富本翔子です。今回の役は普段私はあんまりやらないようなタイプの役なんですけど、ちょっとこう楽しみながら強気な女を演じたいと思います。よろしくお願いします。田沢涼香です。初めてこういう舞台に出演するので全力で頑張ります。よろしくお願いします。吉岡あさみです。慣れないことがたくさんあって、ちょっと皆さんに迷惑かけてしまうかなと思うんですけれども、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。小野匠です。バイシーン2号をやらせていただきます。第5回目ということで5回目も頑張っていきます。よろしくお願いします。バイバーイ。バイシーンの6号をやります浜田はじめです。前回とは違った役なのでちょっと緊張していますが、頑張ろうと思いますのでよろしくお願いします。楽しんでください。アズリードカンパニーの千葉瑞希です。今回、事務所の大先輩のりょうさんと、共演させていただけるということで、かなり、気合い入ってます。頑張ります。ぜひ素晴らしいものを見せられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。